何ノロノロ歩いてるんだ。ほどいた方がいいよ、水難の層出てるからな。何わけのわからんこと。バオなんとぶえ。タイミングの責任。早っ。まあいいわ、今日は転校生紹介します。でもこれはこれでいい。みこと、今度近くのよく当たる占い師のお店案内してあげるね。見る方だから私で、チヨピッピは何を見てほしいか。さーて、じゃあやっかなっと。バケツと墨汁、消しゴムも、そんなもので一体何を。シャラッ。相性2パーだって受ける。チヨピッピって男運ないっしょ。そこまでギクギク言っといて、それはないだろ。どういう能力だか知らんが。ジロジロ見て占ってほしいのか。あのちょっと聞きたいんですけど。今度は何。父を失踪した父を見つけることもできますか。急に。ドミニカ共和国の隣っしょ。ああ調子悪いからこれしかわかんねえ。ねえ、ところでさっきから何やってるの。バケツ回したり写真砕いたり。別に水晶見りゃ一発なんだけどね、デコったらめっちゃ見にくくなって。デコるな。そういえばなんでうちの学校来たの。聞きたい。決まってんじゃん、運命の相手っしょ。ピンク系の髪色しててなんだかわかんねえけど、ものすげえ才能があって、イニシャルが SK ってことぐらいかな。はよっしゃ、ミコちゃん完全復活。やれやれ、どうしたものか。昨日転校してきた女アイウラミコと学校休もう。うん、最近のやつ今日は休みか。うわ、なんだ大人気じゃねえか。それはそうだろう。なんといってもあの女は自称超能力者だからな。なんだ。わあ、あんたただもんじゃないっしょ。かなり修羅場をくぐってんね。やはり学校に行かなくて正解だ。久保安の素性をかなり的確に当てた。やはり本物。ほら漫画とかでよくあんじゃん、あれあれ。私は全ての人間にそれが見えて。わあ、あんたもかなり特殊なオーラじゃね。リスと同じくらいしかないわ。すげえけど運命の相手とはちょっと違う気が。あ違う、ぶんね後ろのやつだわ。このオラは翼だ。とんでもねえ化け物じゃん。この感じ逃げるのはやめだ。こうなったらもう正直に話すしかない。いや待てよ。おお治ったし。やはりそういうことか。僕のオーラが大きすぎるのだ。ああダメだ、いね。あうわすげえオーラ。おチェンジっすわ。俺の名前は沢北、普通の男だ。沢北くん、あんたにさ話があるんだ。来たし、オツ悪いね。突然呼び出しかましちゃって。当てがあるのか。うわ、がんない。ごめん、もう行っていいよ。SK がに？何それ？アイウラが SK のイニシャルの男を呼び出してなんかやってんの？アイウラは占いを駆使した優れた能力者だ。ウェッサー、最近クソってどれ？ウェッサー、ガビー。また対策を練らないとな。カイドウ君はきっと別に運命の人がいるから違うよ、イヒゲ。僕が近くにいるから見えないのだ。前回を見ればわかるが、うん、それってもしかしてさ、ミコチンの運命の相手のオーラが超でかくて他を見えなくしてるんじゃないの。ここで顔も見張ろうよ。チヨピッピ最高はマジ尊敬だわ。おっぱいプニプニプニを拾って。オーラまだ見えない。まったく見えない。どうやら完璧にごまかせたみたいだな。見えるようになった。今え、チヨピッピ なんとか引っ張り上げて。いや救える、僕は間に合った。ごまかす余裕もないほどにな。どうしたものか。ね、どういうこと。ここだ。うわー、出た。人を幽霊みたいに言うな。瞬間移動して戻ってきただけだ。瞬間移動って何。じゃあ証拠見せなさいよ。はー、何スプーン曲げ。そんな手品。スプーンを見せんだ。曲げるなんてレベルじゃねえ。いやこれすげえからネットに載せようと思って。おいやめろ、このことは誰にも言うんじゃないぞ。いやー私死んだ。あれ生きてる。あれまさか柵まで直しまうとはやべえなあいつ。トリマ、あのサイキックにも協力してもらうことになったけど、うちら二人で防ぎきれっかどうか。それにしてもあいつちゃんと見てんのかな。オーラが混戦しないよう離れたとこで見てるっつってたけど。聞こえると言ったそばからいい度胸だな。えつうことはさっきのも聞かれてんの。うわ発通思想っつうのは簡単に言えば死ぬほど運が悪い状態。回避した先で爆弾魔に遭遇するだけ。どんな状況だよ。弓原さんが急に倒れたぞ。そっちやべっぴ。どたの誰にやられた。おそらく魚の毒に当たったんだろう。毒やべえじゃん、すぐ救急車呼ばれる。そんな都合のいい力もう直した。あれ治った。そして早くも次の悲劇が来た。チヨピッピ後ろしろ。何？僕が乗っている。なんで。お前がこの戦を見たところは僕も見ていたからな。いやびっくりしたねミコチン。二人の思想が消えた。完全にガチ恋だわこれ。こうなるから嫌なんだよ。あガチで上がってんよ相性。ほんとよかったねチン。相性 4% になってる。4%。 4%。 超マチ並べ。占いをやめろ。やめろとまでは言わんが極力控えろ。一人いれば他にもいるかもしれないと思う者も出てくるだろう。必然的に僕の正体が発覚する可能性が増えるのだ。いくらクソの頼みでもそこは無理だわ。さあ占い師のバイト行こうっと。いらっしゃいませ。片谷様ですね、ご指名はあります。じゃあデューあの子お願いします。じゃあトリマー溜まってるお悩みゲロっちゃってください。次長は明日死のうと思ってるんです。変な店と勘違いしたことを詫びないとな。ここは占いの館だ。ズバリその本棚の下にあるよ。うちのワンちゃんが行方不明で、多分そこに保護され系かな。ズバリ変なの来た。僕はこの先結婚できますかね。みことちゃん休憩していいわよ。はい、おざ
今日新規の客多いな。たまたまとか偶然とか言えないレベルで言い当てている。これがもし的中したなら十分だ。どうせならいっそう。アユラ、お前は俺のものだ。その能力は俺のためだけに使え。あーごめん、今休憩中。お前ミコトか。毒が埋蔵金どこある。丸めた。そんな危険を犯してまで人助けするのか。マジごめん、私の考えが甘かったわ。お前の占いは全部外してやった。なんかムカつく。命を狙われるよりマシだろ。純喫茶マミ、時間は4時43分。あ、なったし。やっほー。お待たせしました、本格コーヒーゼリーです。やれ。ねえ、突然現れてビビッとしよう。そうせん、よちっちゃいました。それうまそう。あーん、いや、かわいくね。超エレル、マジ好き。ビッチクラブ。めんどくさいのは増えた。マジっすか。黙れ。ちょ、何してんすか。俺だけじゃなくこの子に。なんでこいつにそんな能力のことしたいんすか。だからうるさい。俺は霊能力者なんすよ。証拠見せるっすよ。おい、あんたが今履いてるパンティーさ、幽霊に確認してもらったんすよ。当たりだよ。勝負パンツだっつーの。命令通り動く代わりに。体を貸すことと引き換えにパンツの色を教えてもらったんすよ。私は売らないよ。過去も未来も何でも上等。俺を弟子にしてくださいっす。死ねえか。昔これ知らなくてガリガリ君を余地で3連続当てたら次の日ケイトロに跳ねられたかんね。こうなったら分からせるしかないっすね。分からしてやんのはこっちのセリフだよ。まったく無駄な時間を。うわっ、どうしたの。うわー、ゴキブリだ。うわ、ガチだ。俺の道ダメだから。ほら、ペシャクリシナルシナー。あー、逃げやがった。いやー、ごめんごめん、先週殺虫剤焚いたんだけどな。サイドキックよろしくな、店長。ん、そこで何をしている。ギク。彼女は相浦美琴、余地や人の居場所を感知することに長けた超能力者だ。お帰りなさいませ、ご主人様。お嬢様。お嬢様とかマジウケるんだけど。てかちさぽよ、あのカフェのバイトはどうしたん。バックレ。もちろんあっちもやってるよ。クソは、このちょっぴりビターな大人の恋の味、魅惑のコーヒーゼリーでいい。ひめうるさ。マジうまそうじゃん。おにあがりだわ。早くこう。ケチャップがまだ。あ、そかそか、これでよしっと。お前のリクエストじゃない。本当に本当にありがとう、美子ちゃん。てかさ、なんでバイト増やしたん。ウェルトリコに行くお金を貯めてるの。582円。行けるの何十年後だろ。やっぱ学校行きながらだと辛いな。そうだ、クソ。ちょっくらプエルトリコ行ってパパ連れてきたら。てか私も連れてってよ。父親がプエルトリコにいるなんて知らなければこんな無茶して働くことはなかっただろ。半端に力を貸すのはやめろ。は、何それ、超絶意味不なんだけど。行ってらっしゃいませ。あー、もうちさぽよ、パパの居場所詳しく見てやっからこっち来て座り。あー、あー、黒い家が。あんたのパパこっちに帰ってきてるよ。しかも結構近くにいる。ちさと、メラちさとだ。いや、全然知らない人です。君は娘と同じ学校だよね。何か知っていたら教えてほしいんだ。知らないな、そんな食い地の張ったメガネのレンズが片方ない女の子となど。ちょっとちょっと、何帰ろうとしてるんだ君は。興味ないし。このタイミングで。なぜなら私は死ぬために日本に帰ってきたんだ。もう私が家族にしてやれることは死んで保険金を残してやることしか。会ったところで幸せかどうかもわからないし、半端に力を貸すのはやめろ。お願い、どうしてもパパに会いたいの。教えてください。ここら辺っしょ。え、いた。ごめん、でも2年ぶりだし。お父さん。ちさと、監禁しても逃げられるわ、襲わせても返り討ちにされるわ。あれ、人間じゃねえ、獣だ。あー、今接触してる。すぐ引っ切る、絶対目離すんじゃねえぞ。よし、さらえ。誰が誰をさらうって。え、来るんじゃない。借金取りに追われているんだ。一緒にいたらお前まで危ない。またまた、この人死ぬ。またなんて嘘でしょ。なんで一人で解決しようとするの。わかった、戻る。だから娘は許してください。もう二度とあなた方には関わりません。素直じゃねえな。結局いざとなったら助けんじゃん。僕がいたからたまたまうまくいったんだ。さっき予知した時一緒に見えたんだ、あの光景がね。やれやれ。マジで拾っちゃったの。自分が超能力者って。いろいろあってな、やむを得なかった。最後のおっぱい姉ちゃんにギャラ食われたのに頼んますよ。会いに行くよ。佐伯さんの正体を知る権利のあるやつか見極めてやる。点でさえねえガキじゃねえすか。ザ陰キャって感じ。サイキック圧的にはオーラで決まっから判定してるぜよ。クソ、ちょっとオーラ消して。僕は芸能人か。マジか、こいつ陰キャかと思いきやなかなかいかちいオーラしてんじゃねえの。あの、すみません。あ、さっきから何をされていらっしゃるんですか。おや、誰かと思えばクソ君のお知り合いの方じゃないですか。では特別にお教えしましょう。おいおい、こいつ何を言う気だ。クソ君は上手に上げてるぞ。ジャベ、何がですか。サイさんが超能力者だってこと。先ほどから何をおっしゃってるんですか。私そんなこと一言も言ってませんが。はめられた。さあ教えてください、クソ君の超能力者なんですか。それ、 それよりなんだお前らペラペラ僕の秘密をバラしやがって。あ、いや、すみません、決してバカにしたわけでは。何の笑いだ、ちゃんと謝ればねえな。どうかしました、サイさん。いや、家の鍵が見当たらなくてな。キュキュキュ、ママと乗りやがったら。探し物ならこっちは無敵、見せてやるぜ。うちの姉さんの力をな。3階南校舎の男子トイレだと思います。はあ、てめえ適当言ってんじゃねえぞ。そうなると
と鍵はハンカチを取り出した際に落とした可能性が。よく見るとハンカチは軽く湿っている。図書室からここに来るルートにあるトイレは一つ。それが南校舎3階のトイレ。鍵を。サイキッカーズにようこそ。今後僕に近づくなよ。ああ、今日もテラスさんは綺麗だな。天使だ。眺めているだけで負の感情が消えていけば。じゃあ見ないようにしなきゃ。聞こえないふり聞こえないふり。クソ。今女の声でクソってマサが。ずっとしてそうに喋って。何をあのアマは。やれやれ。学校で話しかけるなと言ったはずだぜ。あら、アユラさん何してるのこんなところで。テルハシここみ一人。まさかこれが恋のライバルと知った時は絶望しかなかったけど。勝手に調べるんじゃない。美しさだって私の圧勝だし、知性だって私の方が上よ。性格だって私の方がいい。それはどうだろう。おっぱいか。違う。おっぱいはともかくとして、最近ああいうギャルっぽいのがタイプなのかしら。テルハシさん、どうしたのその感じ。イメチェンかな。ギャルっぽくなってる。テルココ、ギャルのマジバレ。それでお前もどうしたそれ。いや、昨日テルココウルカワだったじゃん。テルココ。いやマスケだ。おしまいなんてどうだ。おしまい券。いいね。おしまい。私行ったことないかも。ダメだ。おしまい以外にしろ。おしまい嫌なのか。お、なんでだ相棒。ほら京都とかにしとけ。テラスったらおしまいにもいっぱいあるよな。戻すな。中でも有名なのはプラチナ各自と66元堂だよな。おしまいやばくない。もう決定でよくね。いいかも。よくない。こうなった。私やっぱりそっちにする。質より量。よし、もう決定だべ。もう多数決たるまでもないね。そう、おしまいにある終わり山こそ日本終焉を招く大噴火を引き起こす山なのだ。だがまあいい。噴火は僕が食い止めるしな。じゃあ一回4月で空いてる日全員出して。はーい。まったく、なんでこんなことに。わいわい。もうすぐおしまいだって。あっという間だな。やれやれ、まだついてもいないのに騒がしい奴らだ。まったく進歩で見る日がないって。納得するしかないな。相変わらず人使い荒いっすよね。嫌なら来んなし。さてと。あ、やっと来た。もう遅いっすよ。こんな時間にこんなところに集まらせといて。それより今回なぜおしまいに来たのか分かっているが、とにかく時間はあまりないのだ。頼む、協力してくれ。当然。つかさ、大役って本当にあのバカに任せて大丈夫な？クセを。それに噴火を止めるダブルは一人でも多い方がいい。賢明な判断だ。デパオ。事前は無理めじゃね。最初の噴火を止めなきゃ2回目の未来は見えないし。はい、するときは僕から遠い順にすることを忘れるなよ。クソの言う通り、見えた。火山を止める方法。そうだな、大噴火まであと10分。クソ、問題発生。僕も最初の噴火地点に着いた。あとは任せてくれ。はいはい、分かってますよ。来るぞ。それも分かってる。噴火を抑えると同時にマグマを吸収していくんだ。宇宙にでも捨てちゃえば。クソ。今日で終わらせるんだ。止まった。クソ、大丈夫？ちょっとね。大丈夫だ。中してもいい。ダメだ。じゃあせめてハグさせて。やれやれ。なぜ。どういうことだ。何してんだ。なぜ最近。なぜこいつらがここに。どうなってんだよ。おいおい、どうなってやがる。なんでメガネ貧乏が二人いやがる。サイコ。やれやれ。おい、サイキ、説明してくれよ。なんでサイキが二人もいるんだよ。俺たち双子なんすよな。双子、そんなバカな。聞いたことないぞ。なんで隠してたんだよ。右のやつが重塩で、真ん中がチョロで。何待ってたんだよ。サイキ。サイキくん、サイキくん、サイキくん。これはもうゲロっちまうしかないんじゃね。今はまだ。サイキ、話して。いいじゃねえか、別によ。隠し事の一つや二つあっても相棒は相棒よ。隠してること無理やり話させんのがダチか。面倒がまともなことを。そこまだ引っ張るの。僕も賛成だな。はい。そんなのよくわかんねえよ。カイドウくん。カイドウくんのこと好きなの。信頼してても好きでも言えないことだってあるよね、ココミ。話してもきっと受け入れてくれるよ。ああ、知ってるよ。待てよ、サイキ。そうよ、私たちは永遠にラマンよ。話してくれて嬉しかったっすよ、兄貴。マジ驚いたぜ。今まで苦労したでしょ。分かってあげられなくてごめんな。面倒な奴らだ、まったく。あれ、サイキ。それで、じゃあ超能力を見られた事実は全部なかったことになったんだ。ああ、
勇気を出した女の子の告白も常に心も体も何もかもを見透かす相手がそばにいる。それはきっと大変だし苦痛に感じると思う。なくなるって本当だ。本当か。大丈夫なの。僕が会社に遅れそうになった時誰が送るんだ。タクシー使え。じゃあな。忌々しい呪いの力、いや少しは役に立ったかもな。